行くのか？はぁ、あ、将軍の憂いを分けようと思ったのにあんなことになるなんて。僕も反省してるよ。こんなことを言える立場じゃないかもしれないけど、一つ頼みがあるんだ。炭鉱先生と手合わせして、僕は自分の未熟さを深く自覚した。だからもし君にいつか時間ができたら、ぜひとも指導をお願いしたいんだけど。そうしたいのは山々なんだけど、僕のことまだ怒ってるんじゃないかと思って。それじゃ道中の無事を祈るよ。姉さん、その件には本当に同意できないよ。融通を聞かせてよ、こんな些細なことを。姫子からメッセージが届いた。列車で玉海門が再び開かれたのを観測できたらしい。いつ戻ってくるかと聞かれている。炭鉱の状況についても聞かれているんだが、戻って君から姫子に説明したらどうだ。ああ、俺も列車に戻るべきだと思う。姫子さんもきっと心配しているだろうからな。うちらが今回の旅で体験したことを聞きたくて待ち遠しいんだよ、きっと。あ、ちょっと待って、忘れてた、車掌さんにお土産買ってない。ねえねえ、あんたは先週でやり残したことない？そうだね、まだお別れを言ってないし。なら俺と炭鉱は先に列車に戻るとしよう。二人ともなるべく早く戻ってきてくれ。安心して、幼児ちゃん。それじゃあ、道中。なんだか慌ただしい旅だったね。知り合ったばかりの友達ともう別れるだなんて、考えたらちょっと悲しくなってきた。誰に挨拶しよっか。大木？静寂？あの小さなお医者さん？それとも公主先生？いっそのことみんなに会う？列車を離れる時、姫子さんにちゃんと挨拶する暇がなかったんだ。早く帰って無事を知らせないと。それから道を解いてくれたお礼もな。俺と炭鉱は先に列車に戻る。君とナノカも用事が済んだら早く戻ってくるようにな。
よく来た。次の旅に出るのか。いいの？わしはいつここを離れられるんじゃろうか。そうじゃ、主はまた戻ってくるんじゃろ。その時になったらまたわしのところに来い。やりたいこともちゃんと考えてあるぞ。金人港に行くのじゃ。あそこの食べ物はすっごくおいしいと聞いておる。どの店がおいしいか調べたからわしを連れて行った方がよいぞ。旅で病にかかったりどこか怪我でもしたらわしのところに来るといい。無料で見てやるぞ。困りごとなら地公子にか。早く退勤して庭園美玉をやりに行こう。まだ早いし、どこか行こうか。あなた、もう行くのね。皆さんが泉州ラフを訪れたのは、泉州の工事。ここを離れるのであれば、この私が天白氏を代表して祝福を送りましょう。旅の途中で物資の補給が必要になったら、遠慮なく言ってちょうだい。
101010なるもの、道を運行せよ。お別れを言いに来たの？そう焦ることないのに。これから先も何度かラフに戻り、私の手を煩わせると占いの結果に出ているわ。だからお別れはやめておきましょう。はいはい、わかりました。お前の旅が順風満帆、運が一蒼天であらんことを。まだ早いし、どこか行こうか。どうも。ああ、先週ラフに派遣されてすぐ事件に巻き込まれちゃってね。でも、やっと時間ができたから講談を聞きに来たの。ごめんなさい、ここ最近いろんな人に会ったから思い出せなくて。あんたの、ああ、なるほど。無口くんが先週で探してた友人って、あんたのことね。そう、イメージ通りでしょ？彼と行動してる間、ずっと何かを抱えてるみたいなのに、何も言わないから心配したんだよ。あんたがこうして現れたってことは、すべてがうまくいったんだね。そうなんだ。あ、シエン先生の講談、雲上の五騎士を聞いてかない？道中話の種になると思うよ。私、幼い頃から立派な英雄になることを夢見てきたんだ。だから、雲上の五騎士は何度聞いても飽きないの。あんたもきっと好きになるはずだよ。今度は炭鉱と一緒に来てね。3人でお茶でも飲んでおしゃべりしよう。おっと、話が脱線しちゃった。時間を取らせてごめんね。じゃあまた。
まだ早いし、どこかへ行こうか。センサーを直せる？精査が玉海門を離れる瞬間を見ると、まるで夢のような儚さを感じるの。あの船たちは一体どれほどの時間をかけて空を飛び、またどの星に向かうのかしらね。宇宙からすれば長命士の命も短命士の命もほぼ同じだ。泉州の民が求める長命は、星が呼吸し輝く一瞬にも満たないもの。彼らの悲しみも俺たちと変わらない。お帰りなさい。ベルトから今回の出来事について聞いたわ。本当に羨ましいわね。その目で剣木と元禄、大牧師の法人に、あの壮観な林苑郷まで見られるなんて。炭鉱にも何があったのか話を聞いたんだけど、はぁ、あんたも知っての通り、あの炭鉱だからね。もっと詳しく話してくれてもいいのに、たった 2,3 ことでまとめちゃったわ。次はベルトに留守番してもらって、私があんたたちを連れて一緒に新世界を開拓しようかしら。列車にそんな交代システムがあったのか。ピノコニーよ、覚えてる？カフカの誘いに乗る前にそこに向かおうとしていたでしょ。列車のアーカイブによると、ピノコニーはもともと犯罪者を流刑するために使われていた監獄船よ。少なくとも記録された時代ではそうだった。でも挽回のガンが発生した時、ピノコニーはシペの元に身を寄せ、無常の繁栄を遂げた夢の国に変えられたわ。ファミリーがそこで盛大な宴を開催したみたいで、列車にも招待状が届いたの。ピノコニーで一体何が起きているのか気になって、思わず招待を受けちゃったわ。車掌の準備が終わったら次の駅に向かいましょう。ここに踏み入る者は極利か囚人に他ならない。貴殿はどちらかね？どちらでも、ただ道に迷った旅人さ。壁にやったものだ。正確に剣木、薬王秘伝、絶滅大君まで。次から次へと危うく皆の視線をそらされ、重大な問題を忘れるところだったよ。性格を持ち込んだものの企みをね。抵抗は諦めろ。さすれば苦しまずに生かせる。躍進の意味ものめ。将軍殿、この力が北条に由来するのは確かだが、僕も君たちと同じく薬師の敵だ。そうだ、ケイ、我々の邪魔をするな。剣木の蘇りは予兆。泉州は運命の選択を下す時に至っている。定休、受講、
人滅。これは神々の対局。勝つ方につかなければ負ける。今度こそ北条を死に至らしめるぞ。泉州での旅は一段落した。これで元の予定通り進められそうだな。今、ピノコニーでは盛大な宴が開かれているわ。私もファミリーに招待を受けたから、そこに行ってみたいの。車掌の準備が終わったら、次の駅に向かいましょう。いつも列車で君たちの世話になっているから、ちょっとしたお礼を用意したんだ。ああ、ぜひ受け取ってくれ。決して高価なものではないが、どこかで役に立つはずだ。こちらこそいつもありがとう。請求列車に乗って宇宙を旅する、実に羨ましいことだ。Journey.